サッカーエゴイストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生の指導に力を入れていらっしゃる名古屋 FC の監督尾崎さんと一緒にサッカーの有識者を招いてインタビューしていく番組となっております。尾崎さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんか面々いかつい男3名が画面に映っとると思いますけれども、豪華ラインナップ、今日のゲストのこうグループの紹介をちょっと松永君の方から頼みます。はい、本日は特別特集ということで、東海3県インターハイを制覇いたしました、監督さんに来ていただいております。そう、東海3県、東海4県ってよく言われるけれども、はい、ちょっと静岡を除いて愛知、岐阜、三重の3県のインターハイ優勝監督ということで、はいね、じゃあとりあえず、まあ、地元の愛知県から愛知、岐阜、三重っていうそういう言い方をよくするんで、ちょっとその順で紹介してもらえます？わかりました。じゃあまず愛知県を制覇されました中京大中京高校鈴村新平監督です。よろしくお願いします。新平久しぶりです。よろしく。相変わらず色黒いよ。すいません。うん。じゃあゆっくり頼むね。はい、はい、よろしくお願いします。次ってなんか出血さっとるみたいだけど。はい、では、はい、次、岐阜県を制しました中京高校熊谷大輝監督です。よろしくお願いします。熊谷さん、会うのは初めてです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。電話で失礼しました。はい、よろしくお願いします。いや、波乱の中京高校というか波乱の岐阜県で、これから混沌としていく嵐の旋風を巻き起こす熊谷さんということで、ありがとうございます。いろいろ込み入った話も聞きたいと思ってますんで、はい、よろしく。はい、よろしくお願いします。はい、次に、はい、三重県を制覇されました三重高校徳地俊彦様です。よろしくお願いします。徳地君、よろしくお願いします。お久しぶりです。いつもお世話になってます。いや、三重県も注目のところだからね。そこを制すると、あれだよ、肩にも重荷だよ、これから。何も制御ない。僕のところにもいろいろ情報とか問い合わせまではいかないけども。問い合わせではないんですね。問い合わせではない。うん、ということで、まあ、今日は3人、いろんな屈託のない話で、エゴイストチャンネルなんで、ズバズバといきましょう。よろしくお願いします。では松永君のテーマは、よろしくお願いします。はい、本日のテーマはインターハイ県制覇に導いた監督に聞く、高校サッカーで勝ち上がるために必要な条件とは。これ難しいよ。あのね、ここのテーマは結構堅苦しいテーマだけども高校サッカーで勝ち上がるために必要な条件とはって言ってるんだけども、さあこうやってパッと質問したら高校の授業みたいだけど、はい、鈴村新平くん言って、どう新平。はい、高校サッカーっていうのは一応全国大会インターハイを勝ち上がるためにはっていうのと、県を勝ち上がるためにはってあるけども、松永君、これはどっち聞けばいいの？全体的です、ね、難しいな。ちょっと難しいですね。まあ、全体的なイメージではいました。じゃあ僕はちょっと長くなるかもしれないけど、愛知県を勝ち上がってきて、勝ち上がってみてどうだったかなって、ちょっと皆さん各監督さんにもお聞きしたいんですよ。中京大中京の新平どうかな。はい、県、そうですね、まず初めに今年から監督を務めさせていただいてまして、そう、ねうん、まあ、今までは名古屋グランパスさんの方から、はい、本校の OB でもある岡山哲也さんが、うんうん、監督として10年やられてたわけなんですけれども、うんうん、はい、まあ、それまではやはり岡山監督にすごくこう頼ってる部分が あったものですから、まあ、今回自分自身がこうやって監督を務めさせていただいて、うん、でやっぱり実感したのは
すごくチームの、総合力、うん、こうトータルした力がすごく大事だなっていうことを、うん、感じました。なるほど。まあ、今お話しさせていただいたように、うん、まあ、今まではですね、うん、岡山監督自身が、うん、すごくこう、に力をこう借りてた部分があったんですけども、うんうん、まあ、自分自身はもう全然本当は監督として初心者マークつけてるような、うん、人間なもんですから、うん、もうとにかく、まあ、スタッフみんなでですね、こういろいろと相談をして、で、まあ、相手再戦相手にの分析だとか試合に向けての対策、うん、またその週末に向けてのそのトレーニングの構築であったりだとか、うん、そういったことをもうみんなでこう相談をしてですね、うん、で週末の試合に向かってったと。なるほどね。はい。ということは基本的に組織の総合力も大事だったっていうことかな、今年は特に。そうですね、やはりそこがすごく問われてた、うん、試合だったなっていうのはすごく感じてます、自分自身。うん、やっとあいつけもそこまで来たか。じゃあ熊谷さんは岐阜で、はい、まあ大半の予想が、はい、定価にってね、はい、思っていたんじゃないかなって思われる。そうですね、はい、中でニヤニヤとしてやったりの熊谷さんと岐阜を制した監督さんとしては、もう、やっぱり新平君と一緒なんですけど、総合力かなっていうのはすごい思いました。うん、まあ、帝京戦もやっぱり5枚、交代を使って、うん、延長に入った時には交代枠がないぐらい、なんていうんですかね、うんうん、チームがギリギリのとこまで行ってましたので、うんうんうん、なのでそのメンバーの20人と、まあ、スタッフも全員いろいろな協力体制を今年はできたかなと思ってまして、まあ、そこら辺の、うん、まあ、総合力というか、うん、そこら辺が、まあ、ちょっと良かったんじゃないかなって例年よりもと思ってはいますけども、はい、なるほどね。うん、まあ定価の中井君に勝ったと、はい、いうことでね、そういう意味では総合力って言っといた方がかっこいいわな。まあいいやいいや、それはまあちょっとこっち置いといて、戸口君はどうよ、はい、三重県もそうなのよ、やっぱりね混沌としてるから、こうあれ、戸口君って2年連続違う、2大会ぶりですね、3年ぶり、2大会ぶりか、はい、でも選手権は、選手権はもう4年前か、はい、初出場、去年のインターハイどこだっけ、え、あ、開成か、去年が開催されずで、その前は45歳ですかね、はい、だからもう2位は45歳、はい、どっちか言うとやっぱクローズアップされるのが4中高じゃない、いや、もうそれは もちろん本当に大きな背中がありますので、そこを取ったっていうののこう県を制した、まあ大きな要因っていうのはどこ、いや、要因って言われるとすごく難しいんですけど、うん、まあ、小中とこうサッカーをやってきてくれた子たちで、まあ、地元の子たちも多いので、あ、なるほどね、人たちの指導者さんのおかげもあったり、うんうん、親、保護者さんの支えもありで、うん、お二方と同じようにもうスタッフが本当に充実してますので、うんうん、逆に僕が何もしてないと言いますか、僕は何もせんでも全部進んでいくっていうようなチームになってくれたのが一番、まあ、力としてはあったのかなっていうのは感じます。なるほどね、はい、まあ組織力も含めて、で僕からすると新平が今年から一応監督、はい、熊谷君は一応昨年度より、はい、やらせていただいてます。ということは2年目で取ったわけでしょ、今日、今年が、まあ、はい、たまたまですけど、ね、はい、特次が
ストックスが 3年目ですね。でしょ、これ1、2、3なんだよ。僕からするとちょっとできすぎなんだね。いやだって、あ、まあね、そんな全国のトップトップの県ではないけども、群雄割拠じゃない、青森県の青森山田じゃないもんだから、まあ、あそこはまあちょっと例えると黒田君に叱られるけども、だって愛知岐阜三重って、あの伝統校もいっぱいあって、愛知なんかどこが勝ったっておかしくないっていう中でよ。でこの間実はあの新兵を除いたあの名古屋高校と愛工大名電と東海学園の3人の監督集めて、愛知県を盛り上げるならどうしたらいいんだっていうこの対談をやったのね。そうなんですね。実は内緒で、あ、そうなんですか。うん、はい、新兵倒すしかねえだろうみたいなことは多分オンエアはされないけども、実はエゴイストチャンネルでやってて、岐阜はどうなのよっつって、定款やっつけた熊谷君って結構やり手だぞとか、そういう話をしとったんです。で、富士君なんかもうある意味監督してめっちゃ若いわけじゃんね。